レイラです。ピンク、ラテ、ティー、ビー始まるよ。イエーイ。今回はダイエット中の3日間の1日の3食を紹介していきたいと思います。それではどうぞ。おはようございます。1日目の朝ごはんはこんな感じです。これは高タンパク質のギリシャヨーグルトで、これは無添加のミックスナッツ、オートミール、リンゴ、おさゆ、牛乳です。リンゴ以外の食べ物は毎朝食べているもので、リンゴがたまに他のフルーツになったりとかしてます。牛乳はここ最近身長を伸ばしたいなって思ってるので毎朝飲むようにしてます。では1日目の朝ごはんいただきます。1日目のお昼はこんな感じです。学校の課題でバジルを使った料理を作らないといけなかったので、ジェノベーゼのパスタとジェノベーゼのソースを使ったサラダを作りました。とお水です。お水は基本朝昼晩必ずご飯と一緒に飲んでます。私はお昼はそんなにカロリーとかそういうのは気にしないようにしてるので、もう自分の食べたいものを食べるっていう風にお昼はしてます。ではいただきます。まずじゃあサラダから出せない。いただきます。うん、おいしい。1日目の夜ご飯はこんな感じです。これはキノコとツナの豆乳スープです。豆乳はむくみ解消にもつなげてくれるのですごいいいなって思ったんですけど、皆さん知ってましたか？私は知らなかったです。この中にしめじとえのきが入ってるんですけど、ビタミン B1 が豊富なので疲労解消効果にもなるらしいです。これはキムチ。キムチは私すごい大好きでよく食べてます。あとはお水です。このコップすごく可愛くないですか？プラザで買いました。っていうか買ってもらいました私はですね、炭水化物はあんまり取らないようにしてて、夜ご飯はでも絶対っていうわけじゃないんですけど気をつけてはいます。それがレイラポイントですではいただきます。2日目の朝ごはんはこんな感じです。1日目とほぼ一緒です。これはギリシャヨーグルト、ナッツ、オートミール、巨峰、さゆ、牛乳です。ちなみに今日も雨でございます。ひょんぼり。明日晴れてほしいなって思ってます。ではいただきます。2日目のお昼はこんな感じです。じゃあ一つずつ紹介していきます。まずこれは胸肉のガーリック醤油丼です。胸肉はカロリーも低くてタンパク質が多いのですごくダイエットに向いてます。これはほうれん草とじゃがいもです。カレー味なのですごい美味しそうです。じゃあこのスープ、これはミネストローネです。お豆とお野菜がたくさん入ってるのとトマトが入ってるんですけど、代謝がすごく上がるということでダイエットにすごい食べてます。ではいただきます。ダイエット中とか関係ないんですけど、よく噛むように食べてます。いただきます。すごい美味しいです。2日目の夜ご飯はこんな感じです。結構お昼もがっつり食べたので今日の夜もスープにしてもらいました。このスープは豚肉とキムチチゲ、豚肉とキムチとたくさんのお野菜たちが入ってます。結構具沢山ですごい美味しそうです。ではいただきます。おはようございます。3日目の朝ごはんです。1日目と2日目とほぼ一緒ですね。これはギリシャヨーグルト、ナッツ、オートミール、さゆと牛乳です。これは昨日の夜ご飯の残り、キムチチゲのスープです。今日も
雨でした。残念です。ではいただきます。3日目のお昼はこんな感じです。これはご飯、納豆、ピリ辛肉豆腐、小松菜と玉ねぎの卵スープとお水です。このピリ辛肉豆腐には豆腐が入ってるんですけど、お腹にたまるのでダイエットにいいです。あとピリ辛なので代謝も上がるのでよく食べてます。あとこのスープの中に小松菜が入ってるんですけど、小松菜は鉄分かなが入ってるので体にも良くてよく出てきます。ではいただきます。こんばんは。3日目最後の夜ご飯です。じゃあ紹介しますね。これは鶏肉のトマトチーズスープです。すごい美味しそうです。で、あのお野菜もたくさん入ってるので体に良さそうだし、あとトマトが入ってるんですね。あとチーズがパラパラって上にかかってます。すごい美味しそうです。ではいただきます。うん、すごい美味しいです。お野菜も一個一個大きいので噛み応えがあってすごい美味しいです。はい、ということで皆さんどうだったでしょうか。私の食事は大体こんな感じです。と、私が経験をしたことなんですけど、一時期夜はサラダだけっていう風にしてて、でも温かいスープを飲んだりした方が体重の減りもいいし体調もすごく良くなってるので、そっちの方をおすすめします。あとダイエットをする方は筋トレとかストレッチとかマッサージもするとより効果が出るんじゃないかなって思います。参考にしてくれると嬉しいです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。